ファミツアップ編集部の実重です。ムハハンです。こんにちは。今日はね、はい、リーグなんですけどの前に新キャラの紹介兼ねて昨日来たでしょ、ジャイアントサイが、はい、これね、実は部長これトモトレ名前を使いまくって今画面見せてください、はい、こちらレベル27、今フル開発にした黄金装備ですね。うん、体力1000超えるんですね。そう、ちょうど1000だけどね、まだあれも来てないもんね、レアアバターも来てないから、ね、スキルレベル10、いいですね。これをねちょっと使ってリーグ行ってみようかなと思ってるわけですよ、はいはい。まだあんまり使ってないですよね。もう一回も使ってない。突き上げ銃がどんぐらいの飛距離かっていうのを一回だけ試しただけぐらいしか使ってないんで。なんか敵を後ろに飛ばして、取り手を止めるとか。敵にダメージを与えて。面白そうなキャラですけどね。うん。だから使いどころとかもよくわかんないけど、とりあえず行ってみよう。そうですね。レベル27だったらまあ使えるでしょう。そこそこね。やっぱもうこのぐらいにならないとさ、どうしてももうね相手のレベルが高いからね。27は十分使えるはずです。うん、なので、まあ、リーグタッグリーグ、うん、使っていきましょう。はい。はい。森リーグ。はい、来ました。1戦目。部長はサブリーダーデッドドラゴン。僕がゴーストとサイクロプスです。木が被ってんだこれ。そう、森なんですよ。森リーグ。騎馬兵いるんだったらおそらく最初出さなくてもね、そうですね、4体しか出せないから少ないですよね、コスト2にしては4体っていうのは。最初の砦取りにね出しちゃうのなんとかもったいないんだよね。他に足速い人にね時はいいと思いますけど、あれ取れそうですね。 OK、 ゴーストで削る。多分ゴーストで削りながら、うん、で相手がアンチの今デビル出るじゃないですか、うん、このデビルとかを後ろに飛ばしてあげたりとか。デビルどこにいるの見えない。今ゴーストの前に上にいるんだ。でお相手ヴィーナス出てきてるんで嫌ですね。下の木はよし、今ドラゴンおそらくいいですよ。トロールどこだ。ヴィーナス早かったね、相手出してくるの。2体ダブルヴィーナス、あれはうまく決まっちゃいますね。とりあえず対1匹目出してみよう。はい、下でかっ。トロール強っ。コスト2とは思えないですね。これ取り出したらいいんじゃない。そうですね、多分これ止めようとしても、あ、トロールコスト4は飛ばないんですね。コスト4と、あ、でも今猫飛んだ。猫飛んで取れた、見ました。あ、飛んでる。まあプリティキャット飛ばして代わりに取りましたよ。いいじゃん。でワンパン入れてますね。これまた飛ばす。あとまだ3匹いるんですよね。あと2匹。あと2匹。召喚数4。口も飛ばすんだよね。窓置き兵とジャイアントクラブは飛ばない。あそこストーンと大型。今これ下でゴーストが。アンチのプリティキャットにやられてて、あ、飛んだ。ゴーストが有利になると。これいいですね。いい流れで。今残り1分あって、なんですかね、この、押せな状態。で、後ろにレッドドラゴンがね、迎撃でいるから、飛ばしても。もしかしたら、点差に抑えられるところを、もうアンチ飛ばして、干渉に持っていけたっていう感じですね。いい感じ。いいですよ、初戦。キャラリーグです。今回ジャイアントサイ、この今の時点で挑戦人数が少ないよね。3人ぐらいしかいなかったね。1位目指すしかないんじゃないですか、ここは。はい、2戦目。これ相手超強い人でしょ。2人ともランカーのフレンドですね。強 P ランカー上位の鳥で取れるのはいないな、サイしか。僕バーサーカーとラビットいるんで、じゃあちょっと温存しようかな。札オール30です。すげえ。こっちもね、レベル的にはいいんだよね。あ、するかな。いい感じに30です。いい感じに30ってどうなった来店装備で大砲撃っとくよ。一発お願いします。ですぐカメを置いちゃいます。あ、いいじゃん、取れた。だからお相手カタパルトとスケルトン。カタパルト嫌ですね。カタパルトあれ多分単発でしょ。ですね。あ、見えないんだよね。見えないですね。綺麗。何があるか。で今レベル来てるので赤が出てます。一発とりあえず打ちました。一回綺麗にしてほしいね。あと3発ですよね。あと1発打ってますか、カタパルトに。腕に打った。だいぶコスト負けしちゃってるんですよね。カメはカタパルトでなんとかしよう。あ、アーチャーいいのか。で今このアーチャーの前、違う、ゴーストの前にデビルでって不利なんですよね。ドラゴンもきついよね。出すと。これ下止まりますか。あれ出すわ。ライダー。でカタパルト来ましたね。僕トロールいるのでなんとかカタパルトスルーできるかな。いけ。おお、いい。カタパルトはこれで。はい、下に流してみよう。落ちない。外れちゃってる。見えない。一回飛んでくれれば。はい。またらエルフが。よし、アローレイン入って走る。今ね。ドラゴンおそらく。やべえ。突き上げが効いてない。窓きれい。下行きます。窓効かないんですよ。突き上げ。そう。これドラゴンいけそうです、ね、いけるけどアーチャーいるね、多分僕サイクロプス重ねます。よし、ビーム、ナイスビーム。ただカバーずれてる。あれなんでノックバックしたんだろう。木か、木だ、木か。残り1分。コスト4は突き上げないから今出せないもんね、これね。多分ね、スクリームがいい働きするんじゃないかなと思ってんだけど、あそこに仕込んでるやつ。お、レベルがきた。スクリームこれも上の方、もしかしたらあれじゃないですか、ジャイアントサイ2匹上出してもらえると。やべえ、飛んでったと今飛んでっちゃったぞ、アーチャーとあれが上に最後。もう時間もあれなんで。お、飛んだ飛んだ。また飛んでる。スケルトンが飛んだ。飛ばしまくってる。もうちょっと、もうちょっと飛んでくれ。飛んでくれ。飛んでほしい。飛んでほしい。これ無理だな。残り30秒くらい見えると、もう飛ばしまくってもいいのか。全部出した方がいいですね。そうかそうか。どの道ドローになるか、天算にできるか。今でもアーチャーも飛ばしたからね、結構怖かったんだけど。同時に飛ばすからね。下手したら後ろに行ってワンパン食らっちゃうんですよね。まあでも今のドローでいいでしょ。はいはい、はい、次お相手ゼウスいますね。ゼウスとトロールだった。トロールでゼウスコストに弱いので一応最後はゼウスに強いはずです。取り出ない。取れるのが僕もないです。さえ出すか。あ、でもバーサーカー来てんだ。これ木が邪魔で大丈夫ね。え最初これ木倒した方がいいのかな。この位置だと倒しに来てるね。向こうも倒すしかないですね。もう取られんじゃん木が倒れてない。もう遅かった。いい感じに綺麗になったな。カタパイです。ブルーン来た。早速これは引っ込んでドラゴンだね。ドラゴンしかない。取り手が今ゴーストが削ってくれてるので面白い。多分あんまバルーン倒した後いけるんじゃないですか。これ今バルーン欲しいですね。バルーンドラゴンじゃない。あ、ドラゴンドラゴン。おーっとトロールきた。10。うわ、これきつ。ナイスビーム。これで今サイを出すべき。やめた。結構きついぞこれ。でもコストもカタパルトいるんですね。相手も多分コストきついよね、これ。多分ここでサイ2匹くらい出してみるいいと思います。ケルベロスだらけ。よし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 。ケルベロスこれが止まるかな。サイがダブルサイ。ここにもサイ出してみよう面白い絵ですね。お、取れる取れる。これで取れるの面白いですね。サイの更新もう一匹いますか。もう一匹いる。上の方に出してあげるとよし、いい感じに飛ばして。サイの、おお飛んでる飛んでるうちのゴーストが裏は現役に入るので裏ね、いっぱいもうこれ取りで取れるんじゃないですか。いいねいいねいいね。ゾンビいるから最後にいい感じにスキルが見たいんです。飛んだ飛んだゴブリンもうだって後ろは全部ケルベロスだもんね。そうですね。でその隙に前を前を。いいねいいね、いいじゃないですか。大行進が見られた。一回押されてもこれで取れるんで結構押し返せる。今ね足の速度もゴブリンと一緒でしたっけ。剣士と一緒じゃない。多分剣士と並べると同じ速度で歩いてる気がする。なかなか速いですよね。うん、よし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 、いいね。再生 315p 結構もらえた。ドラゴンさんの方ですね、おそらく。はい、はい、対空がない。ライダーしかいない。砦は取れる人いないです。ただこれ木がありますね。木は小さい木あるね。でも同じお相手から再戦なのでバルーンとゼウス、うん、僕タートルキャノンでやります。一発打ってサイ出すわ。打ちます。打たなくて、そうですね。オッケー。最初にサイ出しちゃうと本当もったいない気するんだよな。まずですね。それでこれ詰まってますね。本当だ。池とかもあるじゃん、モリリーグって。それはね結構。カニは。カニに効かないの結構痛いよね。カニ飛ばないんですよね。カニ飛ばないの。結構やっぱコスト2なので柔らかいんですよね。そうそうそう。単体だとすぐやられてますね。そうそう。肩バラで一発打ちました。一発打ちます。キラー B ちょっと育ててさ、やっぱ結構攻撃力あるよね。です。行くドラゴン。あ、これ行くしかないか。引いちゃっていいんじゃないですか、ちょっと。引き込んで今じゃないですか。いきます、はい、あやばい、肩コールドが打ちます。タイムきついな。強いよね。倒して一回もう戻るか戻るっていうか亀が外れちゃってますね。当たってる。バルーンはもう瀕死じゃない、全然瀕死じゃない。対空いないですよね。対空いないんだよね。いい具合に。一発大砲打って剣士飛ばしてみようかな。いい具合にこれスルーして下の砦でサイで。行けそうですね。行け。多分いないいないばあしてるゴーストは飛ばないですね。スキル無効なんで。ああ、そういうことね。透明だからね。そうですね。ダメだこれ、耐えられるかどうかって感じだな。なってきたね。お、真ん中の鳥だとワンパンなので。はい、出していきますよ。取ってほしい。あ、詰まってる。お、取れた。あ、取った。あ、でもこれきつい。これ、最終取りでさえいけません。あと一匹残ってる。後ろ守ります。最終の方。よし。カメがいいんだよね。カメ相手ですよね。お、飛ばしてくれ飛ばしてくれ飛ばしてくれこれきつい、もう守ろう守りに入ろう。守り切れますかね。守り切れそうです、ね、なんとか。危ねえ結構きつい。難しいですね、うん。見た目に反して結構柔らかいのでね。コスト2だからね。次、はい、よし行ってみよう。はい、スライムウサギカメスケルトンウサギ来てる。はい、これ下取れ重なっってますかね。取れそうですね。第一取ってからかな。取ってから直線ですね、これ。なのでこれ美味しいね。これさえ出したら取れるんじゃないですか。これ多分さえ一発もらえると「ラビット!」とか飛ばして、あ、これやべえ。タタパイルとね、ラシアとあんま良くないかもね。多分タタパが、お、取れそうですよ。ああ、すげえ。いいですね。どうするんだこれ、ドラゴン。これは多分ちょいでぐらいのドラゴンでいいんじゃないですか。こちらも。いいよ。やっぱお相手も多分サイ当たるの初めてだと思う。ね、びっくりしたの。何これ、膠着状態。もう出すしかねえか。出したらなんか来るよね。そうですね。ただこうなるともうサイである必要性が最初取っちゃったら終盤のゴリ押しっていう感じですかね。サイクロプスです。あれ、カタパルト飛んでる。これでキャラ全部後ろに飛ばしてドラゴンにからせるっていうのが多分理想ですよね。そう、真ん中出してみる。対空はいません、ちなみに。後ろスルーして、あ、飛んだ。ドラゴンがそれを倒す。いや、ずれたんで、下の方に最後2匹くらいドラゴン全部範囲にを飛ばして、だいぶ後ろ行きましたよ。スキル10の強すぎの飛びすぎのかですね。スライム飛ばしてくれるのが強いですね。これ後ろもう大丈夫だよね。大丈夫です。なんでもう多分サイ出してもらえると。サイに行こう。こうなるとサイじゃなくてもっていう今のはね、最初取れたから。やばい。あ、取れちゃった。サイに見とれて、見てた。あと一撃だったね。オッケー、次。はい、ガンガンいこう。フェアリーいます。再戦からのサイなだけにサイなんでもないです。ウサギ、これ下、これきついかな。引っかかっちゃいそうだな。フェアリーいるんで速いサイが見えそうな。向こうは、あ、向こうもウサギいるもんね。いますね。でもう木が倒れてきちゃうので、ああ、失敗した。これあんだよね。ネッキが倒れてくる。危ない。さて、最後どこで出すと、これで削っていっちゃいます。ゴーストと一緒に最後並べてみたらどうだろう。多分今、いい感じですよ。あ、どこ行ってるんだ。あれ、サイどこ行っちゃった。鳥で貫通してません。あ、鳥で横にいんのか。ちょっと上だった感じですね。ああ、ウサギやられた。ウサギ強いです。さすがこれリーダーだもんね。ああ、ですね。ただ魔導が飛ばせない。魔導は飛ばせない。ただケルベロ倒すのにアマゾネス出したので、ここでサイがいるとおそらくこれ、あ、全然削れてないな。守りが、あ、結構柔らかいね。柔らかいです。灼熱でほぼね、やられちゃうもんね。まだ27ってのもあるしね。コストは余ってるけど、もうちょい引き込みたい。そうですね、まだ厳しいように。もうちょい引き込みたい。コーストがしぶとすぎて、これで来てくれる。出しちゃうか。ドラゴンいいんじゃないですか。オッケー。今最後に出しどころなかなかね、混戦で出すと結構やられちゃうもんね。これで下出しますか？これで、これじゃないですか。これで下。この辺？そこですね。サイクロプスと合わせて。うわ、これきつい。難しい。簡単に押されてますね。結構このアシュラ止まんねえと。毎晩が仕事してます。おお、忍耐づかみ。で、ここからサイの逆襲が。サイを壁に使ってしまった。見た目は鉄壁なんですけどね。確かに。なかなかやっぱね、やりたいことやらせてもらえない感じよね。そうですね。お相手も硬い。進め。タッグ、トリオ向きなんですかね。どうですか。個人的にはソロの方が使いやすい気がするんだよね。混戦になりにくいから。なんかソロリーグいけます27で。わかんない。時間があれば挑戦してみます。そうですね。ソロでやるとどういう活躍するかとか。あと森もあるからね、今回森ってのもあるから分かりづらいかもしれない。すぐ引っかかっちゃうっていうのと、まあ本来であれば鳥で取れるキャラなので、まあ、最初に出して、必ず鳥で取っておいて試合が有利に運ぶ、そうだねとかはできますね。4体しか出せないから、その辺が使いどころがね難しそうだけど、1戦目とかは結構ゴーストのアンチキャットとか飛ばして活躍すごい見れたので、まあ、あれが理想。結構ねうまいこと機能すればいい感じで働く。アンチ関係無視してこんな感じですか。そうですね。これでまた魔導騎兵ジャイアントクラブちょっと株が上がってきたんですかね。飛ばせないキャラは。キャラリーグ、キャラ P は1位、これいけんじゃないか。頑張ってください。はい、そんな感じですかね。レベル27ジャイアントサイでした。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。